一つねちょっと話したいことがありまして、これはねまあ東京ゲームショー中にね発表されたことなんですけど、なかなかねちょっといろいろ話を聞いてたら面白いなーって思ったんですよね。どういうことかというと、まあちょっとじゃあこちらについてねみんなもねどう思ってるかね見たかったなと思って早速行きましょうか。東京ゲームショー中にこれが発表されました。 During Tokyo Game Show This was announced Amazon さんからルナというものが発表されました。このルナっていうのは何かって言ったら、まあある意味クラウドゲーミングサービス、つまりステイリアです。 Google さんは YouTube あってステイリアあります。Amazon さんは Twitch あってルナが発表されました。まあ基本そこまですごい詳しくまだ出てないんですよねっていうか、なのでそのただ発表の中で面白い機能などもちょっとちょこちょこ出てきたり、ステイリアとはちょっと違った方面でサービス提供をしていく予定みたいなところなので、ちょっとねみんなにね話してみようかなと思います。まず最初にまあこのルナっていうのは何かって言ったら、とりあえずまあ最初北米でサービスを配信する予定のまあ今アーリーアクセスしかないんですけれどもサービスでございます。でまあステイリアみたいにクラウドゲーミングサービスね、ステイリアや GeForce、 そしてまあ Xbox のゲームパス、多分一番最初いろいろ情報を見た中では Xbox のまあ Xbox というかマイクロソフトのゲームパスが今最強でございます。まあそれの理由はマイクロソフト自身がもう最強な数ぐらいゲームのね、ライブラリーを持っているからこそできることなんでしょうね。で特に最近ベセスダも買収しましたじゃないですか。やべえよ、もうゲームの数半端ねえよ、そりゃ出すわってなるんですけれども、まあこちらのルナまあステイリアよりはちょっとサービス方法が違うんですよ。もともとステイリアっていうのはステイリアのサービスを月々払います。でその月々払ってさらに遊びたいゲームがあればそのゲームを購入しなきゃいけないんですよ。でここでいろんな人たちがちょっと怖かったのが、やっぱりステイリアってクラウドサービスなのでゲーム機も持ってるわけじゃないんで、例えばデジタルでゲームをダウンロードしても、例えばそのゲーム、まあ、サービスが終了しても、まあ、デジタルでダウンロードしたものをゲーム機で保存してるからゲームはプレイできるって、まあ、保証はあるわけですよね。ゲーム機とかなどパソコンとかでもそうですね。ですがステイリアの場合はもしサービスが終了してしまったら購入したゲームはどうなるのかっていう、まあ、質問があったわけですよ。でまあね、今ステイリアがそんなにすごいよくやってるかといえば違うんですよね今のポーズで違うんですよ。なのでまあそういうところもあるんですよ。そうでまあこちらのルナ、まあ面白いシステムといえば、どういうシステムを取り入れたかというと、まあダウンロードもないとかそういうことなんですけど、購入の仕方がチャンネル制、なんかケーブルテレビのチャンネルを購入するみたいな感じなんですよね。まあどういうことかというと、まあスピードインターネット、まあそのクラウドゲーミングサービスはもう他のいろんなものと全部大体同じなんですけれども、でまあここでとりあえず出てるゲームをパッて見ると、505ゲームズさん、キャプコンさん、インディーゲームなどの、まあ、パブリッシャーさんとコラボしているように見え受けます。例えばそのあれですね、インディビジブル と、ブラッドステインドは505ゲームズさん、そしたらデスストランディングもこの中に入ってくるのかっていうのもちょっと気になるところでございます。でまあセガさんのソニックマニアなんですけれども、ソニックマニア以外のセガタイトルがここには見え受けられないんですよね。でも、バイオハザード7が入ってるっていうことなので、まあ、カプコンさんとも、やってるっていうことですけれども、で、まあ、アサシンズクリードってことはユビソフトで、ここでユビソフトの話も出てくるんですけれども、ここでちょっと気になるところが、ここゲームチャンネルっていうね、先ほど説明したそのあれですね、ケーブルテレビのチャンネルスタイルでやっていくということで、どういうことかというと、まあまあ最初にまあベーシックのルナプラスっていうものがあります。でルナプラスを月々6ドル、つまり600円ぐらいを払うと、まあ
今は 4K はないけれども 1080p60fps で、2つのゲーム機に同時、ゲーム機っていうか、まあ、デバイスに同時に配信することも可能で、いろんな、まあ、ゲームをプレイすることができるということで、まあ、月々6ドルで、まあ、いろんなゲームがもうすでにプレイできるようになります。あれですね、プレイステーションプラスやゲームパスと似たようなシステムですね。で、今回そしてさらにユビソフトチャンネルみたいなのもあるんですよ。で、こちらのユビソフトチャンネル、どういうものかというと、そのユビソフトチャンネルを月々購入することによって、ユビソフトのいろいろなゲームがプレイすることができる。アサシンクリードとかそういうことですよね。なので、どん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 、まあ、いろいろなパブリッシャーとスポン、パートナーを、まあ、結び始めて、例えばスクエアエニックスチャンネルとかセガチャンネルとか、そういうのも出てくるんじゃないかと。で、例えばそのチャンネルの最新、まあ、パブリッシャーの最新ゲームを遊びたければ、そちらのそのパブリッシャーのチャンネルを購読するということなんですよね。なので、そこなんですよね。スカーさんが言ってるように、これメーカーごとにチャンネルが出来上がってって、最終的にいろいろ遊ぶ人は結構払わないとダメ、そこがちょっと気になるところなんですよね。例えばルナプラスは払わなくてウビソフトだけ払うっていうこともできるのか、例えばルナプラスは全体で、でユビソフトだけプレイしたかったらユビソフトでもやるみたいな、なんかエクスプリットのプレミアムライセンスみたいなもんですよね。例えばエクスプリットの、ブロードキャスターと V キャム欲しければプレミアムライセンス購入するのをおすすめするけれども、例えばV カムだけだったら V カムのライセンスだけっていうのがあるんで、それを購入するのかとか、そういうところを考え始めてくるんですよね。まあ、どういうことをやっていくのか、ほら、例えばUbisoftのチャンネルを買うと、一つのデバイスのみに、同時に配信することができるっていう書いてあるので、もしかしたら安くで、ルナプラス今アーリーアクセスの値段で5ドル99ってなるんで、まあ、正式サービスになったら10ドルとか15ドルになるのか。で、例えばウビソフトだけ欲しいっていう場合は、そのウビソフトのは毎月300円になるのかとか、そういうところもね、ちょっと気になるんです。そしてこういうのってオフラインでも遊べるのかって、テイクシーツさん遊べません。これはネット環境があること前提でございます。ネット環境がない限り、このゲームはプレイすることはできないということでございますね。なので、まあ、そこでちょっと難しいところが、ネット環境がないとプレイできないってなると、で、そう、デバイスの性能に依存しない反面、ネットがないとプレイできないっていう、このどっちを取るかっていう感じにはなるんですよね。だから、それで契約するって感じになるといいと思うけど、そう、スカーさん、僕もそうなんですよね。ルナで全部ゲームプレイするけれども、ぶっちゃけ言うとルナのライブラリー全部欲しくなくて、もう本当に僕ウビソフトのファンだから、ウビソフトのゲームだけプレイできればいいやっていうことで、ウビソフトのチャンネルだけ購入することができるみたいな感じのシステムがあれば面白いんですけども、これがどうなっていくのかっていうところがちょっと気になっているところでもございます。オフラインゲーでもネット環境がないとダメです。もう本当にオンラインで随時他のサーバーの上にあるもう一つのコンピューターが、まあ、つまりゲームを、まあ、プレイするわけですよね。で、そのゲームプレイを、まあ、ネットを経由して画面として共有してもらってるんで、ネットがないとできないんですよ。そう。で、まあ、でもコントローラーとかも出すんですけれども、このコントローラーが、まあ、まあ、この、これに似てるんですよね。まあ、このプロコンに、似てるわけですよね。まあいいんですけどね。まあプロコンもね、まあ悪くないとは思いますけれども、そのまあね、あらそっくり、そのまあね、いいんじゃない？そこは僕はそこまでで、まあ変え、なんかあえてなんか変な形のコントローラーにして使いづらかったら嫌じゃん。まあ昔はね、いろんなコントローラー形あったけど、どん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 なんか、やっぱ一番使いやすいコントローラーはこんな形だよねってなんか出てきてるじゃないですか。もう PS3 と、あ、PS と、あの、デュアルショックと Xbox のコントローラーとプロコンのこの3つみたいなね。そう。PS5 or Xbox X Series X. Now this is Luna, dude.ルーナ、そう。で、まあね。で、この、今回はこのコントローラーだけが必要ってわけでもないらしいですね。ただ、このコントローラーでクラウドにコネクトすることもできるということでございます。なので、例えば、あれですね。
その携帯とかパソコンだったら、まあ、クラウドにコネクト接続することはできるんですけれども、このコントローラーがあればテレビとかにもね、送信することができるんじゃないかなということですね。そう、もうこのコントローラーさえあればどのモニターでも遊べるみたいなシステムなのかな。一応アレクサプレイグリッドとかね、アレクサ搭載でございますんで、アマゾンエコー的な存在にもなるんかなとなっております。で、ツイッチとも連携することができるらしいんで、まあツイッチで生放送しているところを、あ、このゲーム面白そうだな、私もやりたいなって言ったら、まあそのルナにつなが、あのツイッチから見てるところをすぐに直接ルナとつなげてプレイすることができるっていう、まあGoogle Stadia が発表した機能ですよね。YouTube でゲーム実況を生放送を見てて、そのゲーム面白そうだから俺もやりたいなっていうことをStadiaで、ね、やろうとしてることをTwitchでね、やる、配信するの楽にできる。そう、そこなんで、ルナからTwitchに直接配信もすることもできるのかなっていうところもちょっと気になるところではございますね。そう、まあそこでまだ 4K 解像度はできておりませんが、将来的には 4K 解像度をやる予定ではあるらしいです。コントローラー、コントローラーはあれだけじゃなくて、マウスとキーボード、PS、 こちらに書いてあるように、ルナコントローラー、 Xbox One コントローラー、 DualShock 4コントローラーとマウスとキーボード対応しておりますので、まあルナコントローラーがないとプレイできないっていうことはないですね。まあ初期のステイリアが、今は違うコントローラーとかマウスとかプレイできますけど、初期のステイリアなんかもう何、そのステイリアコントローラーがないとできないとか、そういうこともちょっと若干問題があったので、まあリリース時に、ここでちょっと気になるのが、まあ今アーリーアクセスですよね。なんでこのアーリーアクセススタイルでやったのは俺はいいアイディアだと思います。ぶっちゃけ言うとステイリアはね、僕発表された時はすごい楽しみではございました。今でもちょっとね、クラウドゲーミングのことに関してはまだ希望みたいなものはあります。ステイリアの機能、約束された機能が全部その入ってれば、俺はステイリアすごいいいサービスになり得たと思うんですよね。まだ今はなんですけれども、まだそんな機能が全部搭載されてないけど、その機能を全部発表した、でそのステイリアをリリースしちゃった、やっぱりその全部いろいろ準備できてない状態で、ものをね、ゲームもですけれどもリリースしちゃうと、その失敗、第一印象、失敗とした第一印象が強すぎて、どんだけ欲にしても復活させるのは難しいんですよね。そう、最近ゲームでもよくあるのが、なんかとりあえずリリースして後から直しちゃえっていう感覚のゲームが結構あると思うんですよね。ぶっちゃけ言って言うと、それ結構海外のゲーマーも日本のゲーマーもそのね、ちょっと嫌になってきてるところは全然あると思うんですよ。もうさっさとやれやって。でも なんだろう、なんかちゃんとバグがない状態で出してよみたいな、 なんでリリースしてから完成させる精神なってんのって思ってるゲーマーも結構あるんで、まあアーリーアクセスといえば、まあまだベータ版でございますっていう、まあ逃げ道がございますし、まあ正式で購入することができるわけでもないので、まあアーリーアクセスをまあ要求することによって、とりあえずそのあれですよね、人柱になれと。でもまあ突き好んで人柱になりたい人たちがアクセス、まあ要求してくるんで、まあいいんじゃないかなと思うんですよね。なんでまあこちらがルナでございました。すごい気になってはいます。まあ僕もツイッチでずっと配信してるんでね、そのツイッチでなんかいろいろなことができるようになれば面白いなと思うんですけどね。そう、とりあえずデバイスも Windows 10 DirectX11 MacOS Fire TV デバイスと Fire TV、 もう本当に Google Stadia の Google のあれですね、Chromecast と似たようなものですね。しかもでも Chrome ウェブブラウザーを使ってもプレイすることもできますし、 Safari ウェブブラウザー、つまりブラウザーを使って
iPhone や iPad などでもプレイすることができるということでございます。ここでちょっと気になるのが、Google Android 携帯のことに関してはノータッチだったりするんですよね。なので Android 携帯はできるのかっていうところもまたちょっと気になるね。プラのレトロゲームが大量に出始めたりしてるからかなり、そう、例えばそう、そこなんですよね。ゲームパスとかが過去の Xbox ゲームとかいっぱい出してるんで、そういってどんどんレトロゲームなども出てきてくれたらすごい楽しみだなと思っております。はい、ということで、まあちょっとこちらのことについて話したかったんでちょっと話させていただきました。そうだから、まあこのルナ、僕が思うことはStadiaが犯した過ちを犯してほしくないかな。Stadiaが犯した過ちというのは、いろいろな機能がありますって発表して、Stadiaじゃあリリースしますって言ってリリースして発表した機能が、もう何 70% ぐらい、本当に半分以上入ってなかったから、せめて半分以上入れようみたいな、半分以上入れてないのにってなったから、その間違いが